はい、というわけでどうも皆さん、ウルです。それじゃあね、今回も縛りマリオやっていきましょう。いや、ついにね、ボステージですよ。ボステージほど楽なもんないと思うんだよね、正直。で、なんかマリオも動き重くない？あ、ごめん、カロン。踏んじゃった。で、カロンはまあ踏んじゃってもいいから、どうしようかな。後々ね、縛りが難しいと感じた。このね、カロンくんも追加しようかと悩んでんだけど、どう思うみんな。それ、カロンの追加ってありだと思う？一応骨族ではあるけどさ、危ねえ。予想以上ジャンプ力でいいよか余ったね。というわけでね、今ね、ボステージやってるわけなんですけど、まあ、スターコインってここってどこにあったかな。これで、上が開いて、これでダッシュします。で、ジャンプします。で、これで、ジャンプしながらスター、あ、取って、あ、違う、スターコインあるね。じゃあこれ踏みまして、あ、踏めなかった。カロン踏めなかった。あ、いちいち押し直さなきゃいけないんだ。で、これカロン一回スルーして、で、これジャンプして返してって、まあ、ボス面はそんな最初だからそんな難しくないから。これってこっち側ってなんだ？これってこっち側から、あ、ここ中間だね。で、これこっち側スターコインあったよね。懐かしい。ここにあったね。で、これタイミングよくジャンプしながら、上に上がって、おぉ、積んでない積んでない積んでない予想だりしない死に方。で、ジャンプ。で、これ取ると。で、こっち側のステージってなんかあったっけね。で、これこう行って、はい、これで行きます。して、これ一回潜って、一回コインを取る。まあ、ワーパー正直いらないんだけど、一応取っといて、これで、あー、しまった。まあ、これじゃ壁じゃん行って、ここにスターコイン3枚目あんだっけ？ 2 枚目か。さっきの3枚目か。で、これでこう行って、で、これ行って、それで、ね、本来あそこがね、上に、コーナーで行ける通路があるんだけど、この上の通路ね。行けるんだけど、まあ今はほぼ好きでいいでしょう。普通にクリアしちゃいましょう。さて、それじゃあ、あとこれタイミングよく見ないといけないやつか。この辺か。ゴーいや、声よ。マリオの声よ。で、これで一回ここら辺から降りて、ファイヤーフラワー一回確保しときましょう。で、これで行って、確かこれ入るとジュニアだったかな？ジュニアがいるんだったよね。オッケー、これでファイヤーフラワー、もうファイヤー連呼しながらもうあいつ倒そう。はい、これどっこしょー早い、恐ろしく早い。いや、なんつった今。へっこなあいつつった。いやー、次もうここで一気に失うの知らないんだけど、あんな死に方知らないんだけど、あの死に方絶対俺以外しないでしょ、むしろ。さて、ステージがいろいろあるけど、ここであと2、このステージ嫌だよ、感するね。でもこのステージ、クリボー量産チームじゃなかったから、セーブはしときます。ちなみにこれ前回から引き続き撮ってるんで、セーブはされてないですね。なんかセーブしてる場所まで行きたかったらと思ったら、普通にセーブされましたね。じゃあ1-4。いや、ここ結構、やばい！いきなり、クリボー、危ねえ。だってここでマメマリオのステージだ。やった、お前ら！うげえ！危ねえ。振り返ってくんな、ほんとに。帰ってくんな、いて、くんなで、オッケー、くんな。あ、やべ！オッケー、誰もいなかった、よかった。これ、豆マリオ必要だったよな。やばい、パタパタがいる。まずい。あいつどうしよう。くんな！よし、オッケー。待てよ、これどうしよう。ちょ、待て、あのパタパタ厄介すぎないか。え、倒すか、一回。倒してしまおう。倒せねえし。うわー、しかも一回踏んじゃったし、もう最悪。最悪だよ、もう。やむをえ、これちょっとファイヤーで一回倒すわ、みんな。はい。くそ、お前に残金2個も取られると思わなかったよ。で、マメマリオ取って、これマメマリオ取んないと。え、嘘、ファイヤーグラフィック消えんの、マメマリオ。え、ちょ、待って、嘘でしょ。いやー、ちょ、待って、画面レイアウトが悪い。変えます。画面レイアウト変えたんで、これでスターコイン、そうなんで、ここにあるんだよね、マメマリオ使って。ちょ、待って、なんかジャンプが出なかった。これで、おい、オッケーって、これで、はい、取る、オッケー、スターコイン1枚目かな。いや、ちょ、待って、マメマリオ取ったら、ファイヤーフラワー消えるの知らなかったんだけど。いや、でも、どっちみち今のファイヤーフラワーで始末しなきゃいけなかったよな。ちょ、待って、これ、一回こっちにジャンプ、オッケー。いや、ちょ、待って、これまずい。ちょ、待って、画面レイアウトを変えさせて。これ、どっちかからキノコ出ない？いや、まずいぞ、これはまずい。始末できないからな。ほっ、今のうち通り。こうした、危ねえ、今踏んでないよね。今踏んでなかった。おっと、音しなかったもんね。オッケー。やばい、踏んじまったよ。これは、キノコがどれからが出るってことを俺は知ってるんで、これでキノコを取る。オッケー、やっとマリオが元に戻った。いや、この赤の子とか意外と嫌な場所にいる。オッケー。いや、今さっきのクリボー踏んでなかったよね。え、ちょっと待って。やばい、これ。時間稼ぐほどクリボーが量産されるやつだ。これで勢いよく、引っかかったんだよ。オッケー、中間してきた。え、中間地点まだ1個しか取れてない。
あ、これ確かね、下にね。で、これで。なにそれ、ちょっと、はい。いや、クリボー来てくんない、こっちに。来ないか。そんな綺麗に入るとは思わないじゃん。死ぬか。まあ、とりあえず、ね、豆マリオのあのキノコは取ったから、いや、ちょっと最悪かっつって。一応叩いとく。はい。いや、最悪なんだけど。え、これは、これで、スッと、みんなあえてここはね、キノコ取んねえわ。キノコ取んねえで、これで帰ろう。これで帰るのが絶対安牌だわ、今の。で、これで、そうだな、クリボードもがいるからな、クリボードもがいる、一回ちょっと帰ってもらって自殺してもらおう。あいつには自殺してもらいましょう。で、あいつは自殺してもらって、俺はヒップドロップでこれを出す。ちょっと待って、俺マジでマリオ下手になってんだけど、2D マリオやんのいつぐらいかわかんないから、すっげえ下手くそになってる。あー、これ厄介だな。一回こっち側に寄せるか。一匹消えるんじゃねえぞ、オッケー。で、これで、ダッシュ。おっと、これ、土管入れるか？あ、入れねえや。あれ、これ、三つ目どこだ？いやー、厄介オブザイヤー受賞してるわ。いや、これは、うわ、踏んだし、食らうし。あれー？どこで取り逃した、俺。え？二個目どこ？え、ちょっと待って、もう一回やり直してくるわ。あ。もしかしなくても、ここか？もしかしたらここか、ここかもしれない。あ、ここだわ。あー、レイアウト見づらいの。ここだね、ここだ。あ、やべ、これコイン取ったらダメだったんじゃないの。コイン取ったらダメだったんじゃないの。で、ここで届く。オッケー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 、よかったよかったよかった。手前側に気づいてよかった。気づくの遅かったね。まあ、ちょっと残機増やしたいから、ちょっと残機増やしておく。そういう意味で残機。え、ちょっと、何今の動き。たまにマリオ動き止まるんだよね。まあ、中古の Wii U だから知んないんだけど、動きためため止まる。はい、レイアウト見づらい。あ、やっちまった。最後の最後で。いや、ここは、ねえ、海まくり。もうやだ。この1の4はもうやだ。二度としたくない。二度と来ないかんな。じゃあ最後に、この、そうだな、この最後の下、この下の部分、スターコイン使って進んでいきましょうか。スターコインコンボのためにはこの下も行かなきゃいけない。じゃあ行きましょう。続いてハテナブロックもあるしね。さて、じゃあ行きましょうか。カメマリオを全然見てねえな。とりあえずセーブしといて。ちょ、待って、今回残機失いすぎない？前回の日じゃねえんだけど。下手。純粋に下手。ごめんみんな。俺マジでこれ積むかもしれない。積むかもしれない。ワンアップキノコなんて出ることあんのこれに。初めて知ったんだけど。確かにここで水中ステージだったよな。強制スク？強制スクではないな。で、これでまあとりあえずこれでやって、で、これファイヤーフラワー出るから、これファイヤーフラワー確保します。いや、ブクブクとか倒していいというこの安心感。ものすんごいわ。で、これで、これで。あ、こっから強制スクだ。やだな、強制スクって嫌いなのよ。で、ファイヤーフラワーで倒してって、とりあえず、このシャークオンダーツ倒しといて。危ねえ、危ねえ。で、これ倒して、B ボタンでいって、いや、これ A ボタンと X でやった方がいいかもしれない。今俺 A ボタンとさ、あれで、B ボタンと Y でやったけど、これ A ボタンと X でやった方がいいかもしれない。ゲームと思ってきた、みんな。いやー、すごい跳ねる。跳ねるの扉って感じ。ちょ、待って、これ、通れる。あ、やば、あ、やば、あ、やば、やば、やば。オッケー、危ねえ、危ねえ。あんなとこで死ぬなんて。俺は、あ、拾っとくか、一応。ちょっと待って、なんか急にぬるいな。急にぬるくないか。いや、ぬるすぎないか、むしろ。これ、土管入れる。入れるね。あ、よかったよかった、こっちは、出るか。はい、トコポンパー、トクトクパカポクトクトク。そうなんだよね。意外とファイヤーフラワーってみんな、取れないんだよ。いや、ブクブクいる。で、これで、これでファイヤーして、おっと、これはなんかある。一応取っとく。で、これで、こいと、まあ、キノコのストックありがたいけどね。キノコのストック、うわ、後ろからシャーコンダーツかよ。後ろからシャーコンダーツって話題聞かないけどね。まあ、とりあえず赤コイン一応取って、で、これで、これでお前一回始末したいけど始末できないから、これ始末したい。やめて！あー、取れないし。うわー、うわー、うわー、上昇キルに間違えて乗っちゃった。いやー、すごい下手最近俺。で、ここで、あえて一回こっちが行きます。で、これ、降りるー。危なかったなー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 な。この BGM なんかちょっと落ち着くよね。で、これで、一回、サメさん来るか、サメさん回避しつつ、これ、どっかに入れるとかあるよな。これ、これ、タッチして。で、これで、あいけ滞在して。ちょ待って、ミニじゃないと取れないとか。いや、違う。これ、こっからだ。こっからだ。急げ、取れ。
ッケーオッケーオッケーオッケー。で、これで急いで戻って、オッケーオッケーオッケー。一回も命に失うわけにはいかない。うん、昨日から失っても構わん。一向に構わんぞ、私は。私は一向に構わんって感じだから、とりあえずゴールしましょう。のこのこいんだよ。のこのこいんだよ。頼むぞ、本当に。よかった、いねえわ。ああ、安心。じゃあ今回動画ここまでするわ、みんな。ちょっと今回不調だわ。今日不調だから、ちょっと今回動画ここまでします。それじゃあまた皆さん、次回のところで会いましょう。バイ。